1996年のワールドカップトロフィーワールドカップオブホッケーはアイスホッケーの世界大会。毎年開催されているアイスホッケー世界選手権とは異なり国際アイスホッケー連盟ではなく NHL と NHL 選手会が主催している大会である。したがってルールは国際ルールではなく NHL ルールに従って行われる。また世界選手権が NHL のプレイオフシーズンに行われるのに対して、オフシーズンに行われ、NHL のすべてのトップ選手が出場することが可能になっている。前身は1972年のサミットシリーズの4年後に初開催したカナダカップであり、カナダ、チェコスロバキア、スウェーデン、ソビエト連邦、アメリカ合衆国、フィンランド、西ドイツなどが参加していた。 1987年の大会ではカナダが、ウェイングレツキー、マリオルミューの活躍で2勝1敗で、ソビエト連邦との対戦を下した。ワールドカップに開消した後、1996年、2004年に開催され、2016年はカナダとロントで開催された。2004年大会では建築家のフランク・ゲイリーのデザインした優勝トロフィーが使われるようになった。 NHL と NHL 選手会は次回大会を2020年に開催すると発表した。2020年大会は欧州選手権も含む予定だったが、2019年1月に NHL と NHL 選手会の間で包括交渉が成立せず計画が中止された。2019年8月包括交渉が成立した場合は2020年では、 なく2021年2月に次回大会が開催予定となったが、その後撤回された。その後、リーグは次回大会を2024年に開催する意向を示した。AB New Look World Cup of Hockey Bag 4 2016スポーツネットさ2015年1月24日閲覧 NHL Narva Abandon Plans 4 2020ワールド カップオブホッケー。TSN、さ2019年1月17日閲覧。校舎ーをプチミスティック NHL、CBA トークスクッドリザルトイン2021、ワールドカップ。スポーツネット、2019年8月23日、閲覧。AB、There Will Be No World Cup OV Hockey During 2021 Season。 NBC スポーツ2019年12月11日閲覧ドイツ、オーストリア、スイス、スロバキア、スロベニア、イタリア、ノルウェーの8カ国の混成チームありがとうございます。